こんにちは、ウッキーです。今回は前回の続きですが、この小さな最新自作 PC シャトルの DH370 が完成しましたので、OS のインストールから、各種ドライバーを入れまして、インテルドライバーのオンライン自動アップデートの更新手順を解説し、完了してからその後に Google Chrome のインストールから、YouTube 動画高画質 8K60 フレームの再生確認から各種ベンチマークを測定したいと思います。初めての組み立てでも分かりやすい内容にするために、動画時間が長いですが、参考にしていただけましたら幸いです。なお OS が入った USB メモリーの作成手順に関しましては、過去のこちらの動画で、詳しく解説していますので、参考にしてください。では早速カメラをモニター越しに切り替えたいと思います。はい、ではスイッチを入れます。はい、 Windows のセットアップ画面が立ち上がりました。では進めていきたいと思います。インストールする言語と時間、このまま全てデフォルトの状態で OK ですね。次へ行きます。で、今すぐインストールをクリックします。はい、プロダクトキーを入力します。はい、プロダクトキーが入力されましたので次へ行きます。はい、同意するをクリックして次へ行きます。はい、これはアップグレードじゃなくてこの下のカスタムを選びます。そうするとドライブゼロの割り当てられない領域ということで、ウッキーの場合は 1TB の M.2SSD を搭載していますので、ここにインストールします。こう新規をクリックですね。で、全部を使いますのでそのまま適用です。で、 OK ですね。はい、このような感じになりました。一番下の一番大きなこの 930.9GB、 これをクリックされた状態でとりあえずフォーマットします。はい、そして次へですね。はい、ファイルコピーが始まりました。インストールするファイルの準備中が始まっています。はい、このあたりはね、すべて自動で進んでいきますので、見守るだけで大丈夫です。はい、ここまでの時間で6分少々でしょうかね。再起動します。はい、再び起動しました。お住まいの地域はどこですかというと、日本で、はい、を選択します。そのままキーボードもこれで OK でした。はいです。2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか、まあ、スキップで大丈夫です。はい、インターネットに接続します。ちゃんと Wi-Fi カードが認識してるんですね、もうすでに。はい、パスワード入れて次へ。あ、これですね。はい、つながりました。で、次へ行きます。重要なセットアップを実行しますが始まりました。しばらく待ちます。はい、サインインしたいと思います。はい、メールアドレスを入れて次へ。パスワードですね。普段から他の Windows で起動しているパスワードで大丈夫です。で、次へ。はい、コードを受け取ります。別のデバイスでコードを受け取れるものをアドレスにしてください。はい、今ちょっとコードを確認しています。8814815。はい、コードを入力して次へ行きます。はい、ピンを作成します。はい、これは簡単なピンコードをご自身で選んで入力します。はい、Android また iPhone をこの PC にリンクするっていう画面が出てきました。ウッキーはもう後で処理をするっていう形にしています。はい、ワンドライブでファイルを保護。次へ行きます。ちなみに使わない場合はこの PC にのみファイルを保存するをクリックします。はい、これはもう普通に同意してください。はい、はい、この辺はもう同意で OK です。はい、このあたりで16分ほど経過しました。やはり USB メモリーから M.2 にインストールするのは早いですね。お、もう起動しましたね。素晴らしい。はい、 Windows が立ち上がりました。早いですね。ここまでの作業は約17分ほどでしたかね。本当にびっくりするぐらい Windows 10のインストールが完了しました。ではここで画面の解像度が合っていないので、ちょっと画面の解像度の修正だけを行います。ディスプレイの設定からここですね。解像度をウッキーの場合はこれフル HD じゃなくて 4K ですので 3840×2160 にします。はい、変更の維持ですね。お、美しくなりましたね。そしてこの
テキストの大きさですけど、浮きはいつも200ぐらいにしてます。はい、これぐらいがいいですかね。で、ぼやけた表示のアプリを修正しますかってなってますけども、これは適用で OK です。アプリの表示スケールの修正が出てきましたら、ここをオンにします。はい、この状態でタスクバーの右クリックからタスクマネージャーを起動して、詳細ですね、詳細を見てみますと、まずパフォーマンスから、これ右クリックのここですね、これでプロセッサーの数が表示されます。 Windows を起動したての状態でメモリーはもうやっぱり 2.3GB ぐらい使用されていますねっていうことが確認できます。そしてもう一つ確認として、スタート右クリックのコンピュータの管理に行きまして、この中のデバイスマネージャーですね、こちらをクリックしてバッテンがないかをね見ます。お、ちゃんと Bluetooth も認識してるんですね、素晴らしいです。では引き続きシャトルの DVD から各種ドライバーをインストールします。 Windows 10 の OS のメモリーはもう今からはいらないので外したいと思います。 Windows キーと E を押しますと Explorer が立ち上がります。そしてこの ESD-USB というここですね、これが Windows 10 が入っているメモリーになりますので、ここの右クリックで取り出しですね、これで安全に取り出すことができます。はい、抜きました。では PC 本体に接続した DVD ドライブにシャトルのディスクを入れて立ち上げます。はい、クリックしてエキスプローラーを起動、そしてこのセットアップ、ここですね、これをダブルクリックします。はいをクリック。はい、何やら怪しい音が出てきましたけど、そしてオートインストールドライバーユーティリティ、この一番上をクリックします。はい、すべてにチェックが入っていますけど、すべてにチェックを入れている状態で OK そうですね。チップセットドライバーとマネジメントエンジンとインテルの VGA と LAN とオーディオと、一番下はこれは SD カードリーダーのドライバーですね。そしてネキストをクリックするとバックアップ、これもとりあえず全部入れておきましょう。はい、インストールを開始します。はい、今チップセットドライバーが入りました。ちゃんと自動的に次々と入っていく感じですね。はい、ここまでで全てのドライバーがインストールされました。再起動しますかと促されていますので、はいを選択します。ここまでの作業がもう全て自動で行われて約9分でしたね。では再起動します。再起動するとこのような画面が出てきましたね。一応はいを選択しておきます。ソフトウェアの登録、後でまた通知する、もうとりあえず OK で大丈夫です。バックアップを開始しますか、いいえ、これはいらなかったですね、必要なかったです。はい、閉じます。はい、再び Windows キーと E を押して、この PC っていうとこを横をクリックして、この PC を選択すると現在の空き容量が確認できます。 930GB に対して空き容量が 906GB ありますね。はい、ドライバーも含めたインストールで今このような感じになっています。ではディスクもね、もう必要ないので抜きます。取り出し、あともう一つ言い忘れたのですが、このスタートマークから設定に行きまして、更新とセキュリティですね、これだけはしておいた方がいいです。この Windows アップデートですね、はい、今ダウンロード中になっています。ではインターネットを立ち上げまして、 Google Chrome 入れます。 Google Chrome、 これですね、はい、 Chrome をダウンロード、同意してインスト、はい、実行をします。そしてこれですね、はい、はいをクリックします。はい、今ダウンロードしています。この Google Chrome をなぜ入れるかと言いますと、 4K や 8K の YouTube 動画がインターネットエクスプローラーでは再生できないのです。セレクトできないですからね。この Google Chrome を入れて再生します。はい、一瞬で終わりましたね。インストールも完了しました。では引き続きインテルの各種ドライバーを最新のものにしたいと思います。このままインテルと検索します。そしてこれですね、ドライバーおよびソフトウェアインテル、これをクリックします。そうするとこのドライバーの自動アップデートっていうのがあります。これですね、それを開始します。
で、このインテルドライバー&サポートアシスタント、これですね、今するダウンロードをクリックします。そうすると左下にエグゼファイルが現れましたのでクリックします。で、同意してインストールですね、はいをします。そうすると一瞬で入っていきます。はい、同意をする、はい、起動します。どのアプリで開きますか？ Google Chrome、 はい、システムのスキャンの実行中。はい、このように一瞬で出てきましたね。まずこのグラフィックス、グラフィックドライバーの更新が利用可能で、もう一つは、やっぱりこのワイヤレスですね、 AC9260、 これ最新の Wi-Fi カードなんですけども、これも更新が利用可能となっています。あとは問題ないですね。このような感じで自身の PC のコンピュータの中の全ての構成がこのように自動で表示されるようになっています。はい、全ての更新ファイルをダウンロードクリックします。368MB と出ました。今ダウンロード中です。はい、ダウンロードが完了しました。すべての更新ファイルのインストールをします。はいをクリックします。グラフィックドライバーのインストールが始まりますね。 NEXT。 グラフィックドライバーね、最新にしておかないと 8K60 フレームとかすごい高解像度な映像をね、再生するときにちょっとカクついたりしますから、ぜひ入れることをお勧めします。はい、次へ、はい、次へ、はい、今インストールされています。はい、次へをクリックして続行してくださいをクリックします。はい、コンピューターを再起動します。必ず再起動しましょうね。再び再起動されました。デスクトップグラフィックのパフォーマンスを評価中っていう画面が出ましたけど消えましたね。はい、右下にインストールが完了しました、ご確認くださいと出ています。クリックしてみました。これ同意ですね。グラフィックスコマンドセンターっていうのが出てきましたね。ビデオ、システム、ドライバー、現在のドライバーとかが表示されています。はい、ここまでが Windows 10 OS に関する全てのドライバーがインストールされたことになります。そして最新版となりました。はい、ここから先のソフトウェアのインストールは各皆さんが使用されるものをインストールしていただければ大丈夫です。ちなみに今この背面、ここのね、画面がグレーになっていますけれども、 UKL の場合はここを真っ黒にした方がいいです。その場合は右クリックの個人用設定ですね。で、ここに色のこういうものが出てきます。はい、これで黒にします。焼き付き防止と消費電力の低減につながりますから、 UKL は発色が多かったり明るさが明るくなるとそれだけ消費電力が増えますのでね、真っ黒にしておくことをお勧めします。では YouTube の超高画質が滑らかに再生できるかどうかを確認したいと思います。 Google Chrome も必ず立ち上げてくださいね。 Y を押すと一番下に YouTube が出てきます。はい、YouTube をクリックして、で、検索欄の中に 8K60fps と入力します。はい、このように 8K の映像がたくさん出てきました。最近アニメが多いですね。その中でこれでもクリックしてみましょうかね。おー、これは今 1440p になってますね。はい、これを一気にちょっとまず全画面にしてみようと思います。これでも全然綺麗なんですけど、これで 4K ですね。 4K も全然問題ないですね。で、その次、これが 8K です。 8K の60フレーム。おー、やはり綺麗ですね。素晴らしい美しさです。まあ、最新のドライバーをインストールしているだけあって本当にスムーズに再生してくれています。本当に CPU 内蔵のグラフィックボードでもね、これだけ滑らかに高画質なのが再生できるっていうのは良い時代になりましたね。こういうミニ PC だとね、グラフィックボードが別に搭載することはできませんけれども、これだけ高画質の映像が再生できるということは本当にありがたいことです。 Wi-Fi のスピードも速いですからね、もう申し分のない速度になって、映像が途中で止まることもない感じですね。
はい、では 8K60 フレームが本当にスムーズに再生できることが確認できましたので、引き続き次はねベンチマークソフトを入れていきたいと思います。では今からいくつかのベンチマークを測定していきますが、 CPU の温度がちょっと知りたいので Core Temp をインストールします。 CORE Temp と検索してダウンロードですかね、一番上でいいでしょうかね。はい、公式、はい、出てきましたね。今は 2.13 なんですね。ダウンロードします。はい、インストールを開始で次へ NEXT で同意するで NEXT デスクトップアイコン、はい、このままで大丈夫そうですね。フィニッシュ。はい、このようなものです。はい、6個あるので1,2,3,4,5,6 ですね。現在はマックス55度以下って感じですね。ではコアテンプ 1.13 はそのまま置いておいて、次は M.2 の SSD のスピードを測定するためにソフトをインストールします。クリスタルディスクマーク6ですかね。上から4つ目、これですね。ダウンロード、あ、出てきましたね。で現在は2018年6月の21日 6.0.2 になってますね。はい、エグゼファイル、これですね。これをクリックします。そうするとダウンロードが自動的に始まりました。はい、インストールします。はい、同意をする。次へデスクトップ上にアイコンを作成する。次へインストール。はい、起動します。はい、起動されましたね。では早速測定したいと思います。このオールのね、この一番上、ここをクリックします。スタート。ベンチマークの測定も早いですね。いきなり 3352MB 出ました。はい、書き込みは2787出てますね。早いですね。そしてベンチマークを測定していると温度が上昇してきまして、 CPU の温度は今一番高いのは77度とかになってますね。結構上がっています。はい、すべてのベンチが表示されましたね。ほぼ CPU は80度近くまで上がりましたね。現在の室内のこの気温は23度となっています。はい、ではちょっとページを戻っていきます。1個2個、そしてこの一番上やからソフトウェアか、このクリスタルディスクインフォですね、これもダウンロードします。クリスタルディスクインフォスタンダードエディション、これですね。通常版ダウンロード、はい、これです。2018年11月の20日クリスタルディスクインフォ 8.0.0、 これの通常版をダウンロードします。エグズファイル、これですね。はい、左下にエグズファイルが現れました。クリックしてインストールします。同意する。次へデスクトップにアイコンを作成する。インストール。インストールが全て一瞬ですね。はい、このような感じになってます。現在55度ですね。ちょっと画面の解像度をねもうちょっと変えましょうか。この200っていうのを175にします。お、そうすると全部表示されますね。 M.2 はちょっと温度が高いですね。55度。はい、ではクリスタルディスクインフォの次はちょっとまた Google のトップページに戻りまして、シネベンチをダウンロードします。シネベンチ、一番上でいいでしょうかね。はい、このような画面が現れました。ダウンロード、これですね。はい、ダウンロードをクリックします。お、下にたくさん出てきましたね。シネベンチ R、 今20なんですね。前回インストールした時はね15でしたけど、はい、ダウンロードしてみます。 Windows、 これですね。はい、ダウンロードが始まりました。 222MB ありますね。しばらくダウンロード待ちたいと思います。はい、ダウンロード完了しましたのでクリックします。一番左下ですね。で、アプリケーション、これですね。シネベンチ、ダブルクリック、あ、そっか、すべてを展開、ダウンロードのシネベンチ展開、 ZIP ファイルでした、ね、はい、シネベンチが回答されました。ではこれですね、ダブルクリックします。はい、 R20 ってなってますね。 CPU を測定したいと思います。スタート。
はい、全部表示されましたね。2622という数字が出ました。 CPU の温度は87度までいってますね。結構上がりましたね。ちゃんとファンが結構高速で回ってましたからね。はい、このような結果となりました。ではシネベンチの R15 番も測定してみたいと思います。まず起動しまして、 OpenGL からいきますね。はい、スタートしました。おお、結果が出ましたね。 60.77fps と出ました。十分な速度じゃないですかね。はい、ではね、 CPU の方も測定します。はい、スタートします。おお、思ったより結構早いですね。なかなかいい速度で進んでいるように感じます。おお、1169と出ましたね。ちなみに1年前に組み立てました Core i9 の 7900X の時がだいたい2000ぐらいだったんですけども、2000ちょいに対して1169という結果となりました。動画のエンコードも行ってみましたが、かなり CPU の温度は高めになっております。マックスで99度まで上がっていますね。平均すると95度ぐらいでずっとエンコードが行われていて、もう約1時間が経過しようとしています。お、成功しましたね。その間ずっとファンは全開で回りっぱなしでした。では Wi-Fi のカードのスピードも測定するために回線速度も測ってみたいと思います。回線速度と検索してこれですね。はい、フラッシュの実行で許可で、はい、測定開始します。スタート。はい、始まりましたね。現在は18時30分と一番混む時間帯でありますけれども、あ、それでも推定転送速度は58メガ、まあ、60メガぐらい出てますね。申し分のない速度だと思います。はい、では一度 Windows を終了しまして、 2TB の SSD が内蔵されたハードディスク、あれを接続してもう一度起動します。はい、では今から 2TB を認識させます。またスタートを右クリックで、ディスクの管理ですね。はい、こういう感じのディスクの初期化っていうのが出てきます。もうこのディスク1で問題ないですよね。これディスク1、1863GB フォーマットするとそういう風になります。この選択したディスクに次のパーテーションスタイルを使用するは下の GPT で良いです。 OK を押しました。で、この Mi 割り当てコーナーというところを右クリックします。で、新しいシンプルボリュームですね、これを次へクリック。最大で良ければそのまま次へクリック。次のドライブ文字を割り当てる。次は C ドライブに対して、まあ好きなのでいいんですけど、ウッキーは B にします。で、次へ。はい、そしてこのボリュームラベルのとこは好きな文字を入れてください。ウッキーの場合だったら分かりやすいように 2TB ハードディスク SSD みたいな感じで HS にしましょうか。エンター。はい、これでクイックフォーマットで次へ。で、管理。はい、2TB が認識できましたね。エキスプローラを開くと、はい、ちゃんとローカルディスク C、 これが M.2 の SSD ですね。で、その上に B ですね、この 2TB ハイブリッド SSD HS が貼ります。右クリックのプロパティで、はい、このような感じになっていますね。空き容量が 1.81TB あります。では早速ね、ファイルコピーしてみましょうかね。はい、ではこのウキのおすすめ食レポ動画ナンバー1って書いて、この 2.15GB のね、動画をこの 2TB のハイブリッドハードディスクにコピーします。スタートしました。おお、早いですね。お、キャッシュの部分がなくなったら遅くなる。はい、でもこれぐらいのスピードでコピーできちゃいます。これもハードディスクでは考えられなかったスピードですね。はい、再生してみましょう。
はい、問題なく再生できてますね。ではこの 2TB に入っているものを一回削除して、はい、完全にゴミ箱から捨てまして、で先ほどのダウンロードフォルダ、ここですね、これのここにある M.2 の SSD の中にある動画をもう一度 2TB のハイブリッドハードディスクにコピーしてみます。早いですね。はい、このように 2TB のこのハイブリッドハードディスクはやっぱりキャッシュの部分が SSD になっているので素晴らしく早いことが確認できました。はい、電力の方も測定してみました。今アイドル時の状態で約 10W といったところでしょうか。まず 4K60 フレームの動画を再生してみます。動画を再生して全画面にすると約 17W ぐらいですかね。意外に上がらないですね。はい、そしてこれは YouTube の 8K60 フレームの映像を流しています。さすがに 4K60 フレームと比べると倍近くの消費電力がかかっていますね。それでもマックス 40W 以下ってところでしょうか。そのような感じです。はい、今シネベンチの R15 を計測していますが、ファンが急に回り始めて、今ただいま消費電力は 86W になっています。このあたりがね、一番消費電力が高い部類だと思うんですけども、終わると一気に 10W 近くまで下がりましたね。このような感じです。はい、今回は各種インストール手順をなるべく詳しく解説しましたが、参考になりましたでしょうか。改めて各ベンチを確かめることによりポテンシャルが確認できてよかったと思っています。別グラフィックボードを載せていないので 3D 描写には限界がありますが、それ以外ですと十分な性能を持ち合わせているにもかかわらず、小スペースで消費電力も少ないですから、サーバー的な常時起動マシンにももってこいだと思います。前回と今回の2本の動画で自作 PC に初トライしてみたくなった方が1人でも増えれば幸いです。ぜひ組み立ての際はこの動画のリンク先もチェックしてみてください。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。